督女が誘拐されたなどと世間に知れたら公儀の威信に変わる。通貨の探索は町奉行所に任せ、当家としてはみだりに動かぬ方がよろしかろう。このように申された。しかしな辰五郎、今度のことを当家としては他人に恨みを持たれる覚えもなく、心当たりも全くないことじゃ。世間体など気にしておれ、全力を尽くして鈴鹿を救出いたさねばならん。お気持ちはよくわかります。ですが御前様、今ご家来衆が動けば鈴鹿様の命に関わります。ここは一つ大岡様とあっし様にお任せして、何卒ご辛抱お願いします。そうするより仕方がないかの。今頃鈴鹿はどうしていることやら、身の上が案じられてならん。ご嫡男辰之進様でございますな。うん、大きくなられまして、御前にとってはお年を召してからのお子、目に入れても痛くないってわけですな。いやそれはそうだが、鈴鹿とて可愛い我が子、田之倉殿の娘で大奥に勤めさせたが、こうなってみるとわしの手元に置いてやりたかったとつくづく思うておる。